ようこそ、日本人とお菓子をやっています。杉内ゆかです。このチャンネルは日本人、私杉内のね。気持ちをねぎゅっとまとめて手短に発表する。そういったような話のチャンネルです。本日のお題、日本のトイレにある音消しの機能あれなんであるの問題です。ウォーシュレットとかはね。結構ね。あの有名になってきてますけどね。あの音消す機能ね。あれね。あれなんでなのかと。 何であるのかとあれ、まあ、私が思い当たる理由は2個あります。1個は、まあ、自分の用を足してる音をね単純に聞かれたくない。もう1個は、まあ、みんなに悪いかなとあのみんなを不快にさせないためかなと。まあ、作ってる会社の意図は、まあ、そこは会社のねホームページをね見てもらえばきっと書いてあるんだけどね。 個人的なあの私あの一般日本人杉内が、えー、使ってる感想としましては、えー、その2個だと。まあ、1個はね単純に、まあ、自分が何をしてるかっていうことに対してねあまり干渉されたくないとたとえこう区切られた中であってもっていうね感じなんですけどもう1個は、まあ、もう単純にねあの用を足してる音がね人が聞,聞いたら不快かなと人をね不快にさせたくないと、まあ、結構ね 子本あの子供の頃からね、えー、あの親からね子供に大体言われるというねあの人に迷惑をかけてはいけないともう何をやってもいいから、えー、人に迷惑だけはかけてくれるなとということは、えーまあね、何をやってもいいわけでもないんだけど、まあ、何をいろいろやってほしくないことはあるわけですよ親的にね子供に、ね、ただ日本の親が子供に。求める第一番の要望それが人に迷惑をかけ 日本社会をね生きていく中でねあの調和の中からねはみ出ちゃうとねわりかし生きづらくなっちゃうんであの日本というね国の体制がねただいまなっておりますので、えーまあ、そこからねあの極度にはみ出る、えー、もしくは、えー、極度にこうなんていうんですかねあのこうな調和がねちょっとあの難しくなるようなことをねやってくれるのだとねそれはもう親がやってほしくないのもあるし子ども自身がそれができないと子どもが困っちゃうから、まあ、頑張ってねみたいなね気持ちもあるんだけど、ね まあそれがいいかどうかは置いておいて、まあ、えー、オシュレットのね、おとしの、えー、理由は、えー、そういったような2つの理由なのではと。まあまあ、少なくとも私はそういった理由でね、えーえー、ありがたく使用しております。そんなような、本日そんなような話でございました。ということで、えー、チャンネル登録、えー、コメントなどなどいただけましたら、えー、本当にありがたく思います。ということで、本日もありがとうございました。ごきげんよう。